さんがいます、はい、あとヒロポンさんに今日、はい、お待ち合わせしてるんですけどあれそうかな、あれそうでもな、ナナってあれ堀米 T シャツでしょ、はい、早くないですかもう着てるってことはそういうことですよね下も履いてますよ、下だ堀米ダンクも履いてるかもしれない、行ってみますかちょっとじゃあ行ってみましょうか、普通のわかんないラッキーセブン T シャツ着てるただのおじさんかもしれないから、はい、お疲れ様です、お待たせしました、ヒロポンさん、ちょっと、はい、もう着てるじゃないですか、着てる、ちょっと嬉しくてあれ T シャツ変えたんですか、 T シャツ変えた、黒のパーカーと、え、オンラインで、あ、オンラインっていうか、あの横浜のお店のオンラインの今回抽選だったから、並びじゃなかったから、あー、抽選で当たって、もう届いたんですか、届いた、昨日、早っ、早っ25発売で、今日26で、もう次の日届いたんだ、すぐ発送してくれて、発送通知来て、早っ、朝来たんで、これ来る予定じゃなかったんですよ、僕の中では。いや勝手に決められても応募した方が決められても本当はこれが当たる予定じゃなかったんだ、うん、自分の中では当たる予定じゃなかったです、でもこれとパーカーが当たったんですか、わーすげー、え、スニーカーはそこでは当たらず、当たった、え、あれそこで当たったんでしたっけ、そこも当たったし、モータルも当たった、あ、そこも当たったんですか、結局、えやば、ちょっと、え、ちょっと待って、ちょっと頭のせいついてない、3足ってことですか、いや、もっとなんですよ、実は、え、さちょっと待って、ヒロポンさん実はリリース前に海外で買ってて、まあもしかしたら買えないだろうっていう、まあ大体そう思いますよね、普通は数も少ないって言われてるし、プレネが爆上がりする前にっていうことで海外で買ってて、そしたらモータルでしたっけ、いや一番最初は朝一オンラインで当たったっていうのが分かって、でさらに FTC が当たって、この地元の、え、モータル FTC この前紫の SB も当日抽選やってたあのお店でも当たったんですか、何これ、だから僕が逆に当たんなかったですね、あ、インスタントさんだけが当たってないんだ、お店出したけどダメだった、全部で11箇所ぐらいは申し込んでるんで、11箇所申し込んで、でまあ事前のはまああれだから、まあ、じゃあ3足当たったんだオンラインで、うわー、で5海外のと合わせて合計4足っていう、やばー、ちょっと1足くださいえぐー、へー、いやそれもうちょっともういいよってなりましたね、さすがになります、ね、そういう人多いっすね、スニランとか見てても一番多いやつ7足当たったっすよ、7足、いや予想外に4足、5足はいっぱいいますよ国内だけで、だから想像以上に国内が多かったんですよね、リリースが、うん、多かったんでしょうけど、少なかったお店はすごい少なかったらしくて、だから一極集中したんじゃないですか、インスタント、FTC、モータル、この3つにガンって集中して、だからほとんど当選報告が上がってないですもんね、この3つ以外は、上がってないです、でもオンラインでも当たるって相当ですけどね、いやでもすごい、合計4足になったるんだ、で、そんだけ揃えた割には、アパレルがこれと、パーカーだけの被害。被害って言ったらおかしいですけど、それで済んでる。被害って言っちゃってるやん。スプリームとかよりワンサイズ上買って、同じぐらいの感じ。あ、そうやっぱアジアサイズですよ、基本的に。あ、で、丈が短くて、袖がめっちゃ長い。あ、そうなんだ。今流行りの形 で、ね、サイズ感は日本なんだ。へ、僕で XL ってちょうどいいぐらい。え、これで XL なんですか、ね、ちっちゃいっていうか、そんなでかくない、本当に日本サイズですよね、あ、だからナイキと同じですよ、ナイキの T シャツ買う感じですよ、あ、じゃあちょっともしかしたら K さんぴったりかもしれないですね、 XL で買えたけど、ヒロポンさん、いやでもまあ良かったですね、履く用と保存用と鑑賞用と、この堀米雄斗のこんなダンクなんて、まあもしかしたらあんまりないかもしれないですからね、そうですね、だからスニーカーズみんな期待してるけど、僕はないと思います数は、そう、いや、わかるわかる。スニーカーズの配分少ないですよね。多分ね。だから SB ではめっちゃ、まあ当たりやすいけど、で、海外から見たら、まあ日本特別モデルだから、価値は高いし。今だから多分国内で買うのが一番安いと思う。今現状は。でもこれが枯れてっちゃったら、もう海外の相場にこう合っていっちゃう。この今スニーカーズ前の方が安いでしょうね。まあみんな買わないで待ってますからね。そう、まあそう、だからワンチャンスニーカーズって思ってるけど、
いや、当たんないよから。いやー、ちょっとヒロポン、勝ちましたね、ヒロポンさん。ニッコニコですよ。ヒロポンさんはユニオンジョーダン1は狙ってないんですもんね。今日一応でもやりました、やるのは。え、スニーカーズ一応やったんすか。やった、でも全然当たんないし。いや、昨日限定アクセス来てたんですよ。その間、パッと見たら、限定アクセスに来て、見たらもう売り切れになって。あ、気づいた時に売り切れ、はい、ああ、確かにユニオンジョーダン1の限定アクセス来てたらしいですね。ね、12時ぴったりに来たみたいです。あ、本当ですか。気づかなかったんだ。気づかなかった。すげえなぁ。そう、やっぱりそういうこともあるんですね、オンラインで、ね、複数申し込んでると、ね。かといって、オンライン申し込んでても一足もまあ当たってない人ももちろんいますけどね。で、今回ヒロポンさんが持ってきてくれたのは、どれ分なんですか。これは地元の一番近いところです。あ、紫 SB に並んだところのお店のがもう届いたんだ。 それを持ってきてくれたと。そこでこれも T シャツのセットなんで。そうか、それが届いたんですもんね。なんだ、じゃあポイズンじゃなくて何でしたっけ。海外のチェックグッズ。あ、チェックグッズさんで買ったやつはまだ来てないよ。まだ来てないんだ。結局あれが一番遅くなっちゃったんですか。一番早く届くだろうと思って、それしたら取らせてもらおうと思ってたのに、その SB ショップよりも早くね。それがまだ届いてないんだ。チェックグッズのちょっと仕組みも僕も教えてもらったびっくりしましたけど、なんかそのお店っていうその定義が、その僕らが想像するアトモスみたいなそういう店じゃなくて、二次流通の店です。ああ、そもそも二次流通と提携してるか。その例えばスニダンさんだと個人間の仲介をしてるけど、チェックグッズさんは個人とお店の仲介をしてるんですよね。だから個人が誰か買いたいと思ったら、その相手はお店なんですね。スニダンさんだと個人同士だけど。フリマっていう別部門があるんですよね、チェックグッズの、はい。そこでは個人間だけど。あ、チェックグッズさんでも個人間のもあるんだ。なるほど。それをあえてヒロポンさんはそのお店の方を選んだんだ。ね、だからそれが正規店だったらっていうことなんですね。まあでもそのお店がそもそも二次流通のお店かもしれないし、 そこは明確には至ってないんで、いやそれ聞いてびっくりしたな、うん、そんなことがあるんだっていう。だからチェックグッズの言い分としては、個人間じゃなくて相手が店だから空売りは少ないよ。そうだからヒロポンさんはその全部リリースが前、リリースの前にチェックグッズさんで買っちゃってたんですよね、うん。今回こんなになると思ってないから。いやそうですよね、思わないよな、こんなに当たるなんて。だからその複数当たってる人の、この報告があまりにも多い今回です。複数当選の人が多い、うん、でもみんなに行き渡ってるわけでもないですからね。当たらない人はやっぱ当然。そう、僕はだからこんなに当たるとは思ってなくて、はい、諦めたパターンなんで。逆に、そう、いつもよりひどいだろ う、 そ う、 そう、だからどこも申し込んでないっていう。僕の経験上、このインスタントと FTC、はあ、モータル、この3つ、ここだけで申し込んでもまあなんとかなるかな。ああ、そこだけはやっといた方がいい。ヒロポンさん、またそういう無造作に入れてきてるけど。特別ボックスじゃないんですよね。ちょっと堀米なんで特別ボックスをちょっと期待したけど。あれなんかライブ見ました。はい。あの時特別ボックス置いてありましたよね。あ、そうなんですか。そう、だからみんな騒いでて、国内は特別ボックスなんじゃないのって言ってたんだけど、結局違った。そういうのもあったんだ。まあ、かっこいいな、これね。はい、最近入ってるやつ。いやー、これいいんですよね。実物めちゃくちゃいいですよ。もう素材感めちゃくちゃいいですよね、うん、実物。いいです、やっぱりやっぱここ違うんですよね。違う、うん、ヌバッとスウェード、スウェードかな、うん、こっちの方が粗いスウェードなんですよ ね、 でここは普通のスネスレーザーで、この素材もいいですもんね。ただ今回あの厚タンを期待してる人たちにはちょっと残念な結果だなとは思います。中タンがね、ただ、うん、はい、ただこれは多分彼の好みなんで。ああ、そうか、そうか。SB でもやっぱあの完全な薄タンじゃなきゃ嫌だっていうライダーもいるから、だからこうシグネチャーになっちゃうとそういうこともありますよね。なるほど、なるほど。うん、これは、これ。彼の好みだと思うんで。厚タンじゃないんですよね、今回は。そうですね。厚タン、うん。かといって、ノーマルのダンクとも違うよ。普通のダンクほど薄くはないけど。とにかく。
これはだからなるほど、堀米さんの多分好みじゃない、ね、わざとこうしてるんだ、うん、これはでも実物見ないと分かんないですもんね。分かんないですね、これはあの写真だけで分かんないですもん。分かんない分かんない、うん、柔らかさも、そう、なんかこう詰まってないんですよね。詰まってないですね。で、表面もナイロンじゃないですか、うん、昔ながらの陸上シューズみたいなナイロン。いやこれはでもかっこいいよ。4足も持ってるともう飽きてんのかもしれないけどこれは1足もないのと1足あるのじゃ違いますからね。全然違います。ちょっともうこんなぐちゃってしてるしもうこれ履きますよ、ちょっと個体差がありますね。これでも履ける靴ですよね。このどんな格好でも多分合いそうな、うんうん、これインソールがまた変わっていていいんですよね。桜のあれらしいですね、はい、よく見ないと分かんないやつ、グラフィックが強すぎて本当に米粒になっちゃいます。そうですね、ね、なんかぼやけてんですね、これね、カメラだからぼやけてんじゃなくて、そもそも、ぼやけてます。だから確かに言われないとお米みたいな感じにも見えなくないっていう、はい、こっちもあの例のそのカモンの、ね、はい、カモンというかロゴなのか、はい、なんか家紋らしいですよ、堀米家の家紋をデザインしたって、デザインしたのがベルディさんがデザインした。え、これデザインベルディなんですか。堀米家の家紋をベルディさんがアレンジして、贅沢だな、ここだけベルディさんってこと。これ何なんですか、ゴムプリントでも簡単に剥げちゃうようなあれじゃないのでかといって刺繍でもないんです。こういう素材がここにあることないですね。ないですね。片押しで終わりか、そうですね、刺繍かって、そうですね。差し色でピンク使ってんのがなんかこれいいですね。桜がつってました。あ、桜をイメージなんだ。本当ですか。この茶色のピンクでトラビス感じゃない。これはね、その公園のアスファルトをイメージしてつって、これは多分土か木の枝なのかな、どっちかなのかな、でこれが桜で、その公園をイメージしたんです。流行りのグレーとトラビスとただパクっただけじゃない。いやこれ4足プレネで買ったら大変ですもんね。定価で買えたっていうのがすごいな。まさか蓋開けてみたらこんな結果になるとはね。組み立てますよそれは。むしろアキト君だけじゃないの。そう、周りで当たってない僕だけですよ、ね、いいよアキト君これ持ってっていいよ。いや怖い怖い。違うの、ちょっと待って。俺そう思ったから。何ですか。あれ俺ビニール入れたはずだったんだよね、渡してあげようと思って。いや、あ、わざわざ渡してくれようとして袋を持って帰れるこれ。あー、はい。いいよ、捨てたくいいよ。ちょっとここでこうすればいい、こうすれば。本当ですか。いやいや全然大丈夫。あれビニール持ってきたの。いやまあ本当に別にそんな、あのスニーカーズで当てるし。当たんないから。どうぞ。おいくらなんですか。これいくらですか。いや定価でいいってことですか。だって今スニダンさんだと4級ぐらいしますよ。ちょっとやらしい話ね、スニダンだとそのぐらいだったかな。5万ぐらいしたよね。で5万前後ですよ。ちょっとたまには持ってきなよ。もう検品も終わってるんで。何それ。本当に俺ビニール持ってきたつもりだったの、忘れちゃった。あ、いや、そういうやつ。あの、白いやつ。ヒーローポンさん。じゃあ遠慮なく、受け取っちゃおうかな。こんなことめったにないと思うから。でもマジか。本当ですか、ヒーローポンさん。ちょっともう、やっぱりって後から連絡くれても、もう僕、ブロックしてますから、連絡取れないですよ。そうそうそうだそうだ。ちょうどヒロポンさん28で買ってんですもんね。マジか、全然思ってなかった。まさかヒロポンさんが4足当たっててそんな寛大な心を持ちになってるとは。ありがとうございます。箱も綺麗なんで、ね、綺麗。いや、めちゃくちゃかっこいい。じゃあすいません、遠慮なく受け取ります。ありがとうございます。うわー、やったぜ。これで一通り行き渡りました。とりあえず。
しゃーしゃーいやでも確かにこんななると思ってないですもんね。だからその事前にチェックグッズで買っちゃったんですもんね。やっぱ事前に買っちゃった方がちょっと安く済むしとも思いますもんね。初動がもうちょっと行くって想像してたから、スケートショップで数があるとは思ってなかったから。なるほど、初動で7とか8ぐらい行くだろうって確かに予想してて、それが5ぐらいで収まっちゃったから。でもこっからまた上がるじゃないですか、間違いなく。じゃあありがとうございますまさかでした。俺もね、足が2歩しかないから、勝てないんでね。よかった。ヒロポンさんがめちゃくちゃ当たってくれててよかった。だからこういうことあるんですね。これだって足のサイズが2センチとか決まったら、これはないじゃん。そうですね。いや、大丈夫ですよ。あ、そっか、履かないもん。そう、26でも全然大丈夫ですよ。でも嬉しい。本当すいません。ありがとうございます。見てください。ヒロポンさん。ということで、あとはアンディでゲリラなんですけど、並んでるよ。え、並んでる？ある？あ、ある？じゃあちょっと行ってきます。パンツ落ちる、ズボン落ちるやん。このパターン大丈夫？なんかスパイダーマンでも見たことあるこのパターン。すでに長蛇の列。そう、そう、そう、これ。